ルーマニアのナディア・コマネチ。そのコマネチが最近の大会でまたまた10点満点を出しました。ノルウェーで行われましたルーマニアとノルウェーの国際最高女子体操競技大会、その大会か今日はコマネチの活躍をたっぷりとご覧いただきましょう。スタジオにはかつて東京オリンピック、メキシコオリンピックで活躍されました、現在は東海大学監督の光圀民子さんにおいでいただいております。光圀さん、コマネチなんですが、はい、私たちが見るのはあの6月の東京で行われたワールドカップ、はい、あれから5ヶ月ぶりになりますね。そうですね、あの時の演技も素晴らしかったんですけれども、あの世界選手権を控えてコマネチ選手はどのくらい情熱を持ってぶつかっていくかが今回見られると思うので楽しみにしております。はい、一つそのコマネチの演技をたっぷりとご覧いただきたいと思います。さて、演技の方はもうすでに始まっております。最初の種目、跳馬の自由演技が行われております。今飛びましたのがルーマニアのマリタ・ルーンです。前方前転跳びの1回宙返り、なかなかいい飛び方でしたね。そうですね、高い位置で回りましたけれども、ちょっとスピードがなかったんで尻餅をつきましたけれども、はい、2回目になります、マリタ・ルーン、どうでしょうか。うまくまとめましたね。あの助走からさっきの演技を意識してかなりスピードアップしていますね、はい、でこの突き手も有効に効いておりまして、着地も高い位置でやっております、はい、かなり高得点が上がるんじゃないですか。はい、果たして得点はどのぐらいでしょうか。飛び降りましたルーマニアのマリタ・ルーン、得点が出ます。9.70 ですね。そうですね、いい得点ですね。はい、続いて同じくルーマニアのエメリア・エベルレです。このルーマニアなんですが、はい、世界選手権そしてオリンピックではもうソビエトに次いで2位あるいは金メダルを狙おうという非常にこう力がついてきましたね。そうですね、コマネチだけじゃなくてこの今飛びましたエベルレがコマネチ2世と言われまして世界中に話題を、はい、出しておりますね。カーラテルの新進ですね、はい、ルーマニアからはこの大会ナディア・コマネチのほか今のエベルレ、そして今年の夏国際ジュニア大会で日本に来ましたアンカ・キッシュ、はい、あるいはマリタ・ルーン、ドミトレーター・プルネルといった選手が参加しております。そして一方のノルウェーですが、ハンネ・クラフト・ヨハンセン、シリステンション、ジェーン・ボール、他の選手が参加しております。エベルレの2回目です。ちょっと乱れましたか。そうですね、さっきの方が高い位置でただ伸身の伸び切った姿勢が長く続きまして、さっきの方がちょっと良かったように思いますけれども、しかしこの選手はまとめ方がとってもうまいですね。本番集中っていうんでしょうか、はい、そういったものが大変いい選手だと思います。とにかく世界選手権では個人総合でも4位に入っておりますし、はい、ありますから、ヨーロッパの選手っていうのはいい運動をキャッチしやすいということで、ノルウェーの選手はレベルは低いですけれども、きちっとした体操をやってるように思いますね、はい、こう見てましてもこう伸びやかに、そうですね、伸びやかに演技しているのはとってもいいと思いますね、はい、ルーマニアのアンカ・キッシュです。大変難しい飛び方をやっておりますけれども、まだ足が開いたりそれから屈伸が早かったりして、トップレベルの飛び方としてはややまだ落ちるんじゃないかという飛び方ですね。そうですか、はい、得点が 9.80 ですか。2回目に期待しましょう。ルーマニアのアンカ・キッシュ、137センチ30キロ、14歳の選手です。今度はいいですね。そうですね、うまくまとまりましたし、この着地もきちっと捉えて、はい、今 の, ちょ飛び跳馬っていうのは第2局面、こういうふうに今ひねりで着地までの、はい、この第2局面にいかに難しく、いかに高いところでいかにきれいにまとめるかというところが見どころなんですね、はい、9.85 です。ああ、素晴らしい得点が出ました。そしてルーマニアのナディア・コマネチです。
ワールドカップの時には前方の宙返りから半ひねりという大変難しい技をやったんですけども、はい、今回も同じ飛躍でしょうか。そうでしょうね。モントリオールオリンピックでは個人総合優勝、来年のモスクワオリンピックでも2連勝を狙います。コマネチ同じ力ですね。素晴らしかったですね。あのこの人の助走を見ていますと、まるで弾丸が飛んできて、馬にぶつかっていく、はい、であの先ほども言いましたけれども、跳馬運動が手をつくまでの演技じゃなくて、むしろこうやって手をついてから着地の間に何かをやるという見方に変わっていますから、勢いあの助走とそれから踏み切り、手をつくまでのスピードっていうのがもう絶対的な条件になるんですね。はい、得点が 9.80、 そして1回目では 9.90 を出しました小林です。この小林もですね、モントリオールの時には147センチと小さかったんですが、はい、今は161センチもあるそうですね。あ、そうですか。18歳になりました。まあ、日本流でいうと高校3年生という小林なんですが、です、ね、さて続いては段違い平行棒規定演技をご覧いただきましょう。ルーマニアのルーンです。ひねっております。この段違いの規定はどの辺がポイントになるんですか。そうですね、中頃から最後の折り技までですね、はい、これがあの理想的に高めていけばどこまでも高まるというあの箇所を持っている技なんですね。例えば倒立までを理想とする、はい、で倒立までいかない人は45度とか、あるいは水平までだとかっていうふうに、理想としたら倒立までどんどん追い込んでいくというようなあの技の組み合わせなんですね。ああ、そうです。ですからそういうつもりで各選手をご覧になると、はい、ああ素晴らしいというふうな評価が、ルーマニアのエミリア・エベルレ147センチ39キロ、15歳の選手です。今年のヨーロッパ選手権では個人総合小マネチに次いで2位に入りました。先ほど三栗さんが言われた各ポイントどうなりますでしょうか。レベルレです。やはり倒立ですね。そうですね、それから倒立近辺まで行って、はい、これも高いですね。でここが倒立ですね。やはり素晴らしいですよね、はい、後半の勝ち点が高いところがきちっと理想に近いものに仕上がってますね、はい、でこの規定問題は来年のモスクワまで使われるわけなんで、はい、これからの世界選手権でもこの規定問題、そうするとルーマニアのいい選手はほとんど仕上がっているというような見方がされますね。ああそうですか、はい、そうしますと世界選手権まもなくアメリカで行われます、はい、そしてルーマニアのナディア・コマネチ、このコマネチなんですが、はい、モントリオールで総合金メダルを取った後、はい、世界選手権では一時ソビエトの、 あのムヒナに敗れました、ね、しかしまた今年のヨーロッパ選手権で優勝しまして、はいはい、こう技の鋭さといいますか、切れ味が戻ってきたようですね。そうですね、素晴らしいですね。素晴らしいですね。フィニッシュもピタリと決まりました。コマネチ、素晴らしいですね。もう私はもう指導者としては言うところがないっていう詰め方をしてるんでびっくりしました。の運動がこれに入ってるんですけどね、その9つとも全てあの理想に近づいているっていうんですか、理想をやりきっているっていうんでしょうか、はい、他のルーマニア選手を見ますとね、全般をかなり抑えて、あ、10.0 ですね。10点満点が出ました。素晴らしいですよね。
西久井さん、コマネチの場合には14歳から18歳とその女性にとって一番の成長期を克服してきましたね。そうですね、もう体操の次元が変わったと同時に人間コマネチの体操というものになりましたね、はい、白い妖精から変身を遂げましたルーマニアのナディア・コマネチ。それではこの後平均台そして床の演技とご覧いただきましょう。キロのところにありますドラン面で行われておりますルーマニアとノルウェーの対抗体操競技大会、演技は平均台の自由演技に入りました。ルーマニアのトゥルネルです。前方宙返り決まりました。この平均台といいますと女子の選手が大変苦手にしている種目なんですよね。そうですね、練習はやりやすくて、はい、本番は怖くてという器具なんですね、はい、高さが1メートル20センチ幅が10センチしかありません。宙返りです。ちょっとぐらつきました。じっと見つめるカロリーコーチさあフィニッシュに入ります。なかなかいいですね。そうですね、中に入ってる技が単発なんですけれどもね、それが基本としてきちっと身についているから決して不安定な感じはしませんでしょ、はい、だから最後の技もここから2回ひねり降りなんですね、はい、高度な技を、まあ、きちっと身につけているというのが伺えますね。この最後の降り技などの2回ひねりあるいは2回宙返りと、そうですね、随分高度な技が多くなりました。しかしこのカロリーコーチがまあコマネチを育て、はい、ルーマニアの体操が随分こう変わりましたね。そうですね。続いて同じくルーマニアのエベルレです。平均台では今年のヨーロッパ選手権2位に入っています。15歳のエベルレ、この人は難しい技を正確にこなしていくタイプの選手ですね。そうですね、どんな難しい技もピタッピタッと決めていく、はい、跳馬のところでも言いましたけれども、この平均台は特に集中力を要するんで、この人の本番の申し込み方っていうんですか、集中の仕方っていうのが大変見るべきものがあると思いますね。ここからの技、連続でしたがちょっとぐらつきました。でしたね、に入ります。不審の2回宙返りですね。宙返りですね。やはりこの辺はもう鍛えられてるという感じがしますね。そうですね、この人の演技を見ると本当にどのくらい練習をしてるのかなって、本当に鍛えられている運動だと思いますね、点が出そうです。 9.70 という得点です。ルーマニアのエベル、じっくり見たのは今回初めてなんですけども、はい、いい運動してますからね、いった。さてルーマニアのコマネチです。珍しいです、はい、ちょっとヒヤッとしました。後方宙返り、
モントリオールオリンピックではこの平均台で10点を出しましたコマネチ。安定した演技をしてますね。そうですね。どんな難しい技をやるときでも構えてさあやるぞというところがないんですね、はい、だけどそういうふうな出来方をするのが一番難しいんですね。この上では指の先まで神経が行き届いています。さあフィニッシュは2回目ですね。最初の入り技がちょっともったいないですけど、それ以後はもう本当に素晴らしい出来方でしたね。それは心得てるらしくて、はい、まあモントリオールで優勝した後は、はい、一時はちょっとこの体操の練習にも気持ちが入らない時期があったと、何か体育館から逃げ出したというようなことをコーチから聞きましたけれども、はい、しかしやっぱり彼女は立派だなと思うことは、今の自分が何をやるべきかというのが悟ったっていうんですね。やっぱり体操しかない、体操をやろう、体操に対する情熱が戻って、以前よりも情熱を込めて練習を開始したそうですね。それでワールドカップに臨んだんだそうです。でその時に失敗しましたでしょ、優勝できなかった、はい、それがまた一つの悔しさになって、今度の世界選手権に今回の方がうんといい体してますよね。そうですね、はい、やはりソビエトの自分よりも年下の選手に負けたことが相当悔しかったんじゃないですかね。そうでしょうね。見事に復活を見せましたルーマニアのナディア・コマネチ。しかし今までの体操の女王といいますと、東京オリンピックの時のチャスラフスカ、はい、あるいはその前のローマオリンピックの時のラチニナ、はい、最近のツリスチャーにしてもですね、はい、全部18歳から20歳を過ぎた選手が体操の女王でしたね。床の規定をご覧いただきましょう。今度の大会ですが、規定演技とそして自由演技は交互に行われております。こういう大会の形式も珍しいですね。そうですね。選手にとってはどうなんでしょうか。ちょっとやりにくいんじゃないですかね。やっぱり自由問題と規定問題のこの捉え方っていうリズムをちゃんと捉えてねやるというのにかなり慣れてないと面食らっちゃいますね。はい、床の規定はルーマニアのアンカキッシュです。この床の規定の音楽ですけれども、はい、この作曲者は日本のピアニストの滝浦さんという方が、そうですね、はい、それをルーマニアが使ってますね。床が得意なアンカキッシュです。この床の規定はどの辺がポイントなんですか。3つの大きな技、最初に入りますタンブリング系と最後と、はい、それから真ん中にジャンプ系が入ってるんですね。その3つの大きな運動がどの程度こなしているかということ、それからやはり規定問題ですから各自が同じ技をどれだけ個性的に、引きつけるようなやり方で演技ができるかということがポイントだろうと思いますね。その辺のタンブリングですね。はい、そうです。キッシュに続いてエミリア・エベルレです。じゃあその辺をもう一度指摘していただきましょうか。ここまでが大変難しいんですね。これが一つ目で、ここからジャンプが3つ組み合わさってます。こういう風に、はい、この高さと姿勢ですね。
点飛び、前方のブリッジですね、はい、ここら辺です。それからこのターンが優雅にこなすというところですね。いかがですか、エベルは。そうですね、個性的にっていうところはもう一つあってもいいなと思いますけど、やはり与えられた課題が大変、ここら辺なんかはもう完璧にこなしていますよね。さて、ナディア・コマネチです。先ほど段違い平方向で10点満点を出しています、コマネチ。強く使われてますね、はい、あの強さは床からのバネをうんと作り出すことができるんですね。一時体がふっくらしていたことがあったんですが、また締まってきましたね。そうですね、さすがです、はい。そうですね、私はやはり彼女は体の中心をですね動かし続けて一つの演技を完成してるんですね。ちょっと難しいんですけども、体の中心が一点に絞られるということと、その中心から各運動が全部出ていて、はい、でその中心っていうのは演技が始まったら最後まで動き続けるということですね。だから躍動感も出るでしょうし、ダイナミック性、それからエレガントな点、しなやかさ、全部そこから出てくると思うんですね。そうですか、はい、9.90 というこれも素晴らしい得点でした。各選手が終わっておりますが、前半終わってトップがコマネチ 39.60、そして第2位には 0.40 の差でルーマニアのエベルレがつけています。この選手はルーマニアのマリタ・ルーン。なかなかキリキリしたというわけですね。そうですね、それとうまいなと思うのは、ひねり終わってから着地までが随分長くて、ひねったよっていうのをしっかり見せて、ここですね、はい、見せて安定した着地を持ち込んで、はい。それは一瞬で終わりますけれども、どこをポイントとして審判に見せていくかっていうのが大切なんですね。はい、9.70 でしたね。続いてルーマニアのエベルレです。今画面には 9.80 という得点が出ていましたが、これは初日に行われました同じ種目の得点です。自由では 9.80 を出しましたエベルレ、この規定は今どうでしたでしょうか。そうですね、まあまあ無難にまとめたっていうところでしょうね、はい、この飛び方もですね、2分の1で入ってきて突き放して飛んでいく姿勢をそのまま見せておいて、キリッとひねって着地をするやり方と、はい、突き放してからひねりを早くかけておいて、ひねった後の姿勢を長く見せていくやり方と2つあると思うんですけれども、はい、エベルル選手はひねった後を見せて着地というようなやり方してますね、はい、ですから世界選手権ではどっちの飛躍に価値を見出していくかというのが一つのこの跳躍の規定問題を見るときにポイントになると思うんですね。あ、それと
と飛距離の問題なんですけれども、はい、人が2メーター飛んだところを3メーター飛ぶというようなやり方ですね。ですからこれから駒主選手がどのような飛び方 で、 そうです、ね、どのくらい飛んでいくかということを、はい、ノルウェーのステンショーンです。ステンショーンは4種目を終わって 37.65。今その第2局目の飛距離がこの局面はほとんどありませんね。少ないですよね、はい、そうすると当然点数もいくら綺麗にまとまっても点数が低いということです、はい、ちょうどあの着地のところの白いマットはどの辺のところに着地をするかその辺を見ていただきたいですね。そうですね。1回目は 9.40。2回目です。この着地が乱れました。そうですね、ひねり終わった時に足先がもうマットの方向に向いてますからもう飛べないですね、あれだと。ですから着地の位置がかなり跳馬寄りですね。ルーマニアのコマネチ自由演技では 9.90 を出しました。この小間内の場合にはモントリオールの時には跳馬と床で金メダルを逃したんです。今はもう4種目完全に良くなってきましたね。ああやはり随分高く飛んでますね。ですね、小間内選手は先ほど言いましたここから突き放してずいぶん長いんですね。それで、はい、グーンと伸びますね、はい、それでひねって飛距離ももう人が飛べないくらい飛んでますでしょう、はい、そうですね、はい、得点が出ます。 9.80 です。高い得点出るでしょうね。素晴らしい得点が出ました。コマネチ2回目跳馬の場合には2回飛んでいい方がその人の得点になります。そしてひねる時期がですねまだまだ足が降りないところでまたひねるっていうのはもう本当に基本がしっかりして蹴りも十分でないと難しいんですね。はい、コマネチが素晴らしい演技を見せてくれます。フロアのほぼ中央にあります段違い平行棒のヒット。これからルーマニアのアンカキッシュが演技に入ります。14歳、日本流で言いますと中学2年生になります。ルーマニアのアンカキッシュ、137センチと小柄な選手です。車輪ですね。そうですね。そしてひねって宙返り。小柄ですけどよくやりますね。はい。さあフィニッシュに入ります。軽く決まりました。難しい技を十分にこう織り交ぜてないんですね。そうですね、14歳と若いですけども、はい、このまま世界選手権世界にぶつけても引けを取らない運動を見事にこなしてますね、はい、今年の夏東京で行われました国際ジュニア大会で優勝しましたアンカキッシュ、日本のファンにもおなじみですよね。 9.80 という得点です。やはりこういった若い選手が次から次へとこう出てくるルーマニアの強さの一つですね。そうですね、もう大きい選手がダイナミックに大きくこなしていけば人を圧倒するような演技ができると思います。はい、続いてルーマニアのエベルレ、コマネチと並んで世界のトップ選手になりました。15歳のエベルレです。これは難しい技ですね。
は前方振り出しの9分の1ひねり宙返り。私なんか教えてる身ですとね、考えられる運動なんだけれども、なかなかそれを教えきらないっていうところがあるんですね。今のも華やかな技ですね。女の観客から思っているのが出ましたけれども、女の子らしいいい線を出して華やかにこなせる運動でしたね、さっきのは。それと上のバーでいかに倒立系の運動をたくさん入れるかっていうところが理想なんですけれども、はい、本当に理想通りこなしてるんで、さすがだな。何点が出ますでしょうか。得点は 9.90 です。素晴らしい得点が出ました。ルーマニアのエベルレ、やはりもうコマネチ2世と言われるだけあって、正確な演技で迫ってきますね。そうですね。続いてノルウェーのヨハンセンです。規定では 9.50 を出しています。選手はノルウェーのリーダー格の選手ですね。そうですね。運動は大変しなやかで素直で、はい、いい選手ですけどね。10問題になってくると、持ち駒がどれだけあるか、どれだけ難しいことを持っているかということでは、かなりルーマニアとの差がはっきりしてますよね。はい。ルーマニアは去年の世界選手権団体で2位、一方のノルウェーは17位、そして日本が7位でした。どうでしょうか。そうですね、持ち駒があまりないというところがちょっと難点ですけれども、でもいい運動をやろうという努力というのが見えますよね。はい。ノルウェーのヨハンセン、そしてコマネチです。1日目の12では 10.0 出しました、コマネチ。これは今のヨハンセンの得点です。 9.45。 果たしてこの自由演技でもコマネチ 10.0 を出しますか。ワールドカップ東京の時に、はい、この人はこの段違い平行棒で落下してますよね。でその技がどのくらい完成してきているかで10点が出る可能性っていうのがあるんじゃないでしょうか。はい。あれは確か真ん中あたりになりますね。そうですね。ひねって移行するところですね。そうですね。演技に入りました、コマネチ。宙返り。ここからですね。はい、これです。ああ、成功しましたね。はい、うまくいきました。最後はおなじみのコマネチより。素晴らしいですね。全般に入っていました、コンテン倒立から出ての宙返りですね、はい、それとかシュタルダーとか、あと先ほど成功しましたね、飛び出しから2分の1ひねりで技を持つ、この運動ですね。世界でもやられてない技をたくさん織り込んで、得点が 10.0 ですね。出ましたか。場内から大きな拍手が起きました。ルーマニアのコマネチ、またまた10点を出しました。最初から最後まで本当にこう乱れませんね。そうですね。 10.0 という高い得点です。10点満点。もうコマネチと言いますと、見てる人も10点満点を期待するようになりましたね。そうですね。何回この人がその10点を出して記録を更新するかというようなことも見てる人は期待してるんでしょうね。はい。ワールドカップの時が確か27回って言ってましたから、もう30回は出してますね。そうですね。今回も2回目ですもんね。はい。平均台の規定はルーマニアのエベルレです。この規定問題は来年のモスクワオリンピックで使われる演技なんですが、はい、そうです。もう各国がやり始めてから 2,3 年経ってますが、そうですね、3年目ですね、はい、もうかなり仕上がってますか。そうですね、やはり見どころっていうのは
はっきりしてきましてね、平均台の場合はどういうところになりますか。まず運動として全部どれだけ高い位置でやりきるか、例えばつま先立ちの運動をしっかりと高い位置でやるとか、はい、今のジャンプなどもそうですね、はい、ジャンプ系が高いところで行われる。それから一番価値を出すというところは大技なんですね、はい、屈伸それから伸びてっていう、この伸びがどこでやられるかっていうことなんですね。そしてロンダートからあそこ その宙返りの屈伸がこうギュンと伸びるような感じで高く降りればいいですね、はい、高いところまで持ち込んで、そしてその一番高いところで開いて降りるというのが理想ですね、はい、どうでしょうか。ここでグーンと背筋を伸ばします。そうですね、あの姿勢が高いところで長く、はい、9.55 です。続いてノルウェーのステンショーン、比較しますと平均台上へ の強さっていうものがですね、やはりないんですね。だからぐらつきも大きくなりますし、それから鋭い線も出てこないんですね。でこういうぐらつきなんかもそうです、からおっと降り技の高さを、はい、やっぱり伸ばしきった姿勢が低いですよ ね、やっぱりエベルレなんかと比較しますと、その辺の最後のところをピタッと決めるというのはやはり大変なんですね。そうですね、最後の折り技を理想的にこなすっていうのはかなりスタミナもいりますし、それから技をはっきりと捉えている選手でないとなかなか難しいんですね、はい、ノルウェーのステンショーン得点は 9.30 です。さてコマネチの平均台の規定をご覧いただきましょう。この人の台上への強さと、それから体の動き、流れっていうものはもう本当圧巻だと思います、私。スムーズに流れてますね。本当にそうですね。でリズムに無駄と無理がない、ですから見てる人が苦しくなる時ってのはないですね、この人の演技からは、はい、でも10点を次々と出しました。この平均台、さあフィニッシュに入ります。あ、最後も素晴らしいですね。素晴らしいですね。本当に流れのいい生き生きした演技をしたと思いますね。これでコマネチ自身もですね、来年のモスクワに向けてこう感触といいますか、はい、そういうものがこう直にこうあるんじゃないでしょうかね。そうですね、世界選手権で
まずメダルを取って、それを足がかりにしてモスクワにぶつかっていって、はい、あのさらに成長したコマネチがもう一回メダルを取るというところに、あの世界の体操界が注目してるんだろうと思いますよ。はい、18歳大人の変身を見せましたルーマニアのコマネチ。それではこの後最後になりました床の自由演技をご覧いただきます。体操の花と言われます床の演技が始まります。最初はノルウェーのジェーンボール、規定では 9.15 でした。屈伸の宙返り、今この床運動ではもう屈伸のダブル宙返りとか、はい、だからひねりでも2回ひねりあるいは3回ひねりというような、ね、そういった高度なものを取り入れないと高い点は 出なくなってるんですね。そうしますと女子体操の場合にはその女性らしさ、美しさ、はい、エレガントの面が非常に多いんですが、はい、それプラスその難しい技が要求されているわけですか。そうなんですね。どっちかと言いますと難しい技をいくつ持ってどれだけこなしているかがはっきり言ってポイントになって、それプラスエレガント、個性、はい、スピード、そういったものが加算されていくというようなのがあの今の体操ですね。ですからこの人なんか伸び伸びと演技してますけれども、最初に屈伸の宙返りぐらいだったらもはや高い点数は望めないというところでしょうね。そうですか。速報宙返りの連続です。手拍子が起きました。展開の連続、あそこで宙返りが欲しいですね。そうですね、あそこで国際的になりますと1回ひねり2回ひねり、もうともするとまたダブル宙返りをやると、もうムーンサルトをやる選手もいますからね。そうですね。ノルウェーのジェーンボールです。一つ一つのその技の構成の面でもう一つというところでしょうか。そうですね、中に含まれているあの難度が足りないっていうんでしょうか、そういうところですね。それから床運動は人に似せるっていうんでしょうか、見てる人がこの共感を呼ぶような構成の仕方、はい、演技の仕方、表現方法、そういったものをあの頻繁に出さなければいけないと思うんですね。得点が出ました 9.00 です。あ、マットが引かれてますね。そうですね、最初に難しい技をやるんでしょうね、はい、ルーマニアのエベルデ、屈伸のダブルですね、はい、この人の場合にはもう難しい演技がたくさん入ってますね。そうですね、リズミカルにそしてコミカルに演技を続けますエミリア・エベルデ。ひねりの連続、そして最後のシリーズに入ります。なかなかいいですね。そうですね、中に入ってる技も素晴らしいですけれども、よくまた動き切るっていう感じがするんですね、はい、床の弾みをよく利用しましてね、姿勢も一箇所も崩れることなく、そしてこの人らしいコミックな、運動が頻繁に入って場内を沸かしてましたでしょ。本当にこの15歳あるいは14歳、この年代の選手がですね、はい、その演技の質的な面でも量的な面でも本当にこうスタミナという面では素晴らしいですね。素晴らしいですね。女性は一番スタミナがあるって言ったら13、4、5なんだそうですね。ですからそれは当たり前っていうんでしょうか、それを
引き出して鍛えているというそのこのコーチですね。マルタカロリーコーチも満足そうな表情で見ております。ノルウェーのヨハンセン、一回ひねりですけれども、はい、エベルル選手と比べるとやはりあの見劣りがするっていうんでしょうか、苦しくなりますね。そうですね、どっちかと言いますとね、あの女の子の場合成長期から成長期を過ぎるとあの難しい技に挑戦しにくくなるんですね、はい、そういう面で私はあの駒主選手が幼生時代からあの蘇って人間駒主になる時の苦悩とか、練習のその厳しさとかっていうのを彼女のあの難しい技を吸収して現れたというところから伺えるんですね。他人に勝つと同時に自分にも勝たなければいけなかったわけですね。ノルウェーのヨハンセン、もう少しそのエレガンスの面が重視されてきますと、あのアメリカのジョンソンとかね、はい、東ドイツのキンドルフですか、はい、ああいった選手も生きてくるんですよね。そうですね、ヨハンセンはいかがですか。やはりしなやかに大変あの伸びやかで見ていてとってもいいと思うんですけれども、技が一つ欠けるんですね。組み合わせ運動にしてもそれから単独にしても 9.50 です。なかなか高い点が出ました。ノルウェーのヨハンセン、続いてルーマニアのアンカキシュ。このフロアにマットが敷いてあるというのはこれは大会のまあ特別なルールなんでしょうね。そうでしょうね、本格的な試合だとこれはあの許されませんが、はい、さあオーケストラの演奏です。ダブル宙返り、選手はあの体の線もあんまりいいことないですから、それを見越してこういうあの意表をついたっていうんですかね、トリッキーな技、はい、それから意表をつくような表現であのまとめているっていうところですね。場内の笑いを誘っております。7歳の時から体操を始めました。お母さんが体操の選手ということでお母さんも教えたそうですね。そうですか。宙返りを使うあたりはすごいバネを持ってる選手なんですね。ルーマニアのアンカキッシュ、エベルラとはまた一味違った歌ですね、そうですね。それと最後にダブル宙返りを持ってるっていうのは強みですよね、はい。しかし彼女の演技を見てますと、あの日本の日向さんとか、はい、アナミさんとか思い出しますね。そうですね、若いあの人たち思い出しますよね、はい、ルーマニアではコマネチ、エベルレに次ぐ選手になりました。14歳のアンカキッシュ。そしてこの体操の床でですね、はい、あのオーケストラの演奏が最近多くなりましたね、そうですね、あの今年あの試みとしてピアノでもいい、それからオーケストラでもいいということが FIG で、はい、あの決められまして、来年の新規則からはあの採用される見込みですね。ノルウェーのステンショーンです。
17位という団体成績だそうですけれども、そうとは思えないようなあのいい線でやりますよね。これに技が乗っかってったらたちまちのうちにあの団体でいいところ行くんじゃないですか。そうしますとルーマニアとか、まあ、ソビエトとか、はい、そういった選手を呼んで試合をして、さらにこう飛躍をしようという、そうですね、勉強をしてそして飛躍をしたいという意欲が伺いますよね、はい。ノルウェーのステンション、得点が出ます。どのくらいでしょうか。9.40 です。まずまずの得点ですね。そうですね。そしてルーマニアのコマネチがフロアに姿を見せました。初日の規定では 9.90 を出しています。ナディア・コマネチ、曲はワールドカップでもおなじみになりました、オーセレミオをジャズ風にアレンジしています。ダブル宙返り、いう言葉が出てきます、素晴らしいです。やっぱりこれは、ま、中に入っている組み合わせ運動なんですけれども、はい、この組み合わせの難しさですね。